それでは6月4日の3問に入ります。法定共用部分は区分所有者全員の共有の登記を行わなければ第三者に対抗することができない丸かかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはこれ「×」ですねそもそも法定共用部分ってどんな部分か理解できていますでしょうか 例えば、エレベーターとか、エントランスとか、え階段とかですね。えこれらは法定共用部分って呼ばれるものなんですけども、登記しないんですね。まあ、登記しないっていうか、登記できないんですよえ。つまり、もう登記しなかったとしても、これはもう第三者に対抗することがもうできるんですね。一方、法定共用部分と対比する言葉として、規約共用部分っていうのがあります。 で、規約共用部分っていうのは会議室とかですね。もともと会議室って部屋じゃないですか。部屋なので、専有部分なんですが、それを規約によって共用部分に変更することができるんですね。つまり専有部分だけれども会議室にして共用部分にすると。でそれは規約共用部分っていうんですけども、これについては登記をしないと対抗できませんので、え注意してください。 で、続いてトイレに入っていくんですけどもえ、その前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録ボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、チャンネル登録の隣にベルのボタンあります。で、これは、え押していただくと、私が新しい動画を公開したら、自動で通知が来るような設定なんですね。 なので、新しい動画をアップした時に新しい情報を見たいという方は、こちらのベルのボタンですね。チャンネル登録の隣のベルのボタンもクリックしていただければと思います。で、問い2です。A の所有する商業ビルを賃借している B がフロアごとに不特定多数のものに反復継続して転開する場合、A と B は免許を受ける必要はない。丸かツかという問題です。で、これ答えは、これ丸ですね。 まず A さんっていうのは商業ビルを B さんに貸してるんですよね。A の所有する商業ビルを賃借している B なので、借りてるのは B さんなので、A さんは所有者で B さんに貸してます。だから A さん貸主、B さんは借り主ですね。で、この借り主 B がフロアごとに不特定多数のものに反復継続して、転退する、ま、た貸しするということなので、 B さんは借り主でありながら、かつ、天体主でもあると。また貸しをしている貸主だという話ですで。この場合、A も B も免許を受ける必要はありません。A は貸主、B は天体主。まあ、借り主かつ天体主ですよねで。この貸したり借りたりする行為っていうのは、どちらも取引に該当しないんですね。なので、A も B も免許不要だということです。でまあ、これだけ覚えておけば解ける問題なんですけども、 きっちり理解するにはこれだけでは全然不十分なんですね免許が必要か不要か考える上での考える流れっていうのがあるんですけどもそれを理解していたら免許の要否の問題は必ず解けますでこの考え方考える流れっていうものが頭に入っていないと引っ掛け問題でえ失点しちゃいますで今回の問題で言うと貸主 A さんっていうのは免許今回の場合で言ったら免許不要なんですけども 少し問題を変えるだけで A さんが免許が必要っていう答えにすることも可能なんですねちょっと一文加えたりとかするとそれで答え変わってきちゃったりするんですよなのでそういった引っ掛け問題に対応するためにもちゃんと理解をするというところがすごく必要になってきますだから今年絶対合格したいって方はちゃんと理解学習を実践するってことですねつまり今回の問題で言ったら分かりやすいです考え方ですねここをちゃんと頭に入れるってことが重要です で、この考え方については短期講座でお伝えしておりますので、えこの考え方知りたいと。この免許の用品で絶対特定しなきゃいけない部分なんで、こういったところで失点したくない。またね、他の部分でもちゃんと特定しなければいけない部分たくさんありますので、まあ、そういったところもちゃんと知りたいというのであれば、ぜひ短期集中実用アップ講座ご検討ください。今からであっても十分合格できますので、あなたの受講をお待ちしております。短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。 で、問いさんです。宅地造成等工事規制区域内において、切り土であって、当該切りをする土地の面積が400平米で、かつ高さ1メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項、または第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない、丸かツかという問題です。 で、答えは、これ誤りですね。霧土の場合、霧土をした結果、高さが2メートルを超える崖を生ずる場合、霧土をする土地の面積が500平米を超える場合、どちらか一方を満たすと、造成工事とみなされ、許可が必要となってきます。で、今回の問題ではどちらも満たしていないんですよね。高さは1メートル、面積は400平米、どちらも満たしていません。よって、 宅地造成工事の許可は不要です。今回の問題で言うと、この場合、許可を受けなければならない。つまり、許可必要っていうふうに原則言ってるわけですね。なので、誤りとなります。これは問題文の理解がすごく重要なんですね。この何々を除きとか、こういった部分は、ちゃんと理解しておかないといけません。なので、この部分については、短期集中実用カップ講座で解説させていただきます。 そして最後に、弊社レトスは現在、短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない。どうやって勉強したらいいのかがわからない。試験日までの計画が立てられない。わからない部分について質問がしたい。忙しくて時間がないけど、今年絶対合格したい。もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば、今お話しした5つの課題、すべて解決することができます。 無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実力アップ講座です一緒に勉強して合格を目指しましょうあなたの受講をお待ちしております短期集中実力アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております